秋沙優子さんというね、はい、私小学校の頃だったですよ、この曲ヒットした時はね、はい、めちゃめちゃヒットいたしました。で、渚優子さんというのは確かね、大阪の人でしたかね、違ったそうでしたかね、秋沙なんかそうだった。え、何枠の方、何枠の人や、はい、ほんでこれはハワイアンとかの人かなと思ったら似合えなかったね、何枠出身の、ね、大阪に馴染みのある方で、非常にあの声に特徴がありまして、京都五条でございました。ね、あの昨日で京都芸大の学校が終わられましたので、ちょっとそれに思いを、まあ、ね、お疲れ様でした。一応ね、4567とずっと、うん、京都市立芸術大学音楽学部の方で教鞭を取っておりました。誰に言っても信じてもらえない。最後の授業も暑い時です、まあ、エアコンは効いてるけど、私の授業の前が、なんや、バロック音楽や、バロック音楽の授業があって、その後チンドン音楽ね。でもバロック音楽でチェンバロを弾いてる先生が非常にあの僕のことを応援してくれてね、授業が終わっても次の私のチンドンの授業をずっとね、後ろの方で、まあ面白いこと出てた、まあ、いろんな方、これ彫刻の方も見てもらって、染色の方も見てもらって、ね、いろんな芸術関係の方、彫刻に来られて、ほんで、いよいよ昨日は暑いからね、もう30分早めに終わろうと、うん、大丈夫、私がしんどかったよ。30分早めに終わって、あとは質問がある人来てないと言われて、片付けて片付けた。そしたらね、彫刻の方の先生と、ちょっとドイツとのハーフの先生でございます。来られて、わあ面白いですねこの楽器と言われて、でそれに連れてきた学生の、その子も学生の方ですけど、あの彫刻の方が専門で、でじーっと、まあ背の低い小学生かなと思ってたら大学生だったんですけど、その子がね、下に置いて振動台をじーっと見てるから、じゃあ触ってもいいよって言って、いい、そうですかとか、いろいろ触って触って、大太鼓も触って触って、ポン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 とかやってね、聴診器みたいなのやりだした、うん、担いだらいいなとかやってるうちに、聞いたら、その子はあの彫刻プラスあのガムラン、インドネシアのガムランの音楽もグループ作ってやってるような感性の方で、ほんで叩き出したらいい音出すんですよ。ほんでね、チンドン太鼓もこうなんですかって触らせたら、なかなかいい感じ。あ、スロークはこうやって持つやつ。あ、そうなんですか。あ、こうで。あ、そう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 。で、コン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 、いろんな音出して。だからね、もう1分間の指導であんだけ上手になった音が初めて見た。だから連絡先で聞いてますから。ぜひ習いたい。もうあんな、素晴らしい。やっぱおるんやな。まあ、非常に真面目です。だからそれが今回、悪いけど最大の瞬間だということで、京都五条でございましたけども、またあの秋にも僕、新しい校舎に移ってもまた呼ばれております。で、その時には、あんまり予告するなと言われておりますけど、新内というジャンルの音楽があります。新内流しとか、新内の方の先生と、チンドンの方の先生対談をしたり、いろいろ流しについて語り合ったりするそうでございます。そんなことも一回だけあります。さあ、それでは、青木美香子さん登場でございます。この前で唯一チンドン屋の演奏で歌おうさっき言ってみたのはね、あれでございますよ、このネックレスがね、はい、九条の商店街で買ってきたそういうオリジナル作品ですよ、あのね、はい、その作家の方が作られて、はい、これを百貨店の方に、問屋さんを通して百貨店に並ぶと、これ1個が何十万という値段がつくんですよ、はい、だんだんと値段が、ね、上がっていきますから、作った方直接にもう何度でもいいわと言われて、はい、僕はあんまり無頓着やから、何度でもいいよとか、お金の方、よう分からんから言って、はい、これもうすごい値打ちもんでございます、はい、ありがとうございます。さあ、今回はね、はい、私がその京都五条、京都の、ね、大学とちょっと一旦別れしますけど、はい、そもそも最初に行ったのが大学という名のつくやつに行ったのは、ね、うん、近畿青年養生大学っていって、うん、近畿2府6県ですから、ね、近畿2府6県のお若い人たちを連れて、お船に乗って、ずっと
中央に渡り、それからまた船に乗って同じ中国で、ね、天津とか大連とか行って、それから韓国も回って帰って、船の中でずっと研修、その時の私は講師を務めるというね、そういうのが今から35年ぐらい前にあったわけや、ね、その話をいたします、はい、聞いたことないでしょ。聞かないって言うとないないって言わないだから、あなたにはもう言うてもしゃあないからお客さんに伝えるから。いや、そうですか。それでは1曲目何でした？海の声。海の声です。タイトルがついて、いつか来た道、心の歌、はい、これは私が考えたんです。それと、あの12曲目のウェディングソング、愛のウェディングストーリーっていうのはメンデルスゾーンの作曲 の、はい、あのメロディーに歌詞をね、つけてメンデルスゾーン作曲、曲林浩二郎作曲。iTunes なんかでもね、どんな歌詞でしょうね。もうこれからね、日本中結婚式の時はこれをかけなかったこれだけではいいかなと思っておりますので、またあの無料でダウンロードとかフィール動画で使っていただくこともできますので、今後ともよろしくお願いします。近畿青年養生大学、今はもうとっくになくなってるんですけど、昔はね、近畿2府ですが、京都府に大阪府、6県と兵庫県に、奈良県に、三重県、それから福井県まで入っているの。そんだけの県で、それから府で、協力し合って、近畿は一つということで、各県で50名ずつぐらいの若い男女をですね、募集して、10日間ぐらいのこう研修ツアー行きましょうと船に乗って、で中で船の中ではもう毎日毎日時間割り決めて研修勉強会があったりレクリエーションがあったりで、行ったら行ったでいろいろ見て回れるし、でそれをね、全部ただというわけじゃないんだけども、わずかな金を負担していただいて、ほんで県とか府が助成してこれ行くということでやっておりまして、
結局ね、過酷な現場で働いてらっしゃるね、昔の言葉で言うと看護婦さんとか看護師ね、女性の看護師とか、それから幼稚園とか保育園の保育士の方、そういう方々がね、なかなか旅行行こうにも行けないということで、こういうことにかこつけて、これは有給休暇が取れる、ね、そういうのもあって、みんな募集して、みんな取るわけじゃない、もういろいろ書類審査から、面接もあって、この人は大丈夫だということで、で、みんな喜んで行くわけでございますけどね。で、僕に声がかかったの。他にね、講師というのは、その当時の大阪府立大学の学長さんとか、はい、そういう方と、それから冒険家の方とか、いろいろ世界中ね、ボランティアで回ってらっしゃる方とかね、あと、南極だったか北極、南極でね、犬ぞりでずっと生活していらっしゃる、僕と同い年の船津さんという人。小屋でね、で、いろいろ犬ぞりで横断したりとかね、する方なんですけど、まあ、そういう人がいたり、それから有名な石浜さん、石浜紅子さん、お父さんが石浜、石浜つねやさんね、作詞家の大文学者の石浜つねやさん、娘です、石浜紅子さんもいました。で、なんで僕が選ばれたか。僕が選ばれた時にはね、その出発のね、ほとんどね、なんかね、10日前、2週間前だったかね、慌ててそのパスポートを取りに行って、これは結局ね、私が選ばれたのは、誰かがキャンセルが出たんですよ。ほんで、社内がちんどん屋でも呼べということで、集まった学生たちと、働いてらっしゃる方とね、近畿青年洋上大学に一緒に行く連中と、この年齢が近いから、その頃僕まだ33歳とか32歳です、一緒に活動するのに便利だろうということでも声かかってね、そうや、中に入ってた講師の方一人はね、中山千夏さんという、中山千夏を育てた大阪放送劇団、ね、はい、ね、もう昭和20年代に中山千夏を育てた、だからもう結構な年なんですよ、すごい、文学者で演劇の方でしたけども、その方も一緒にいるから、割と高齢者が多いわけ、紅子さんと船津さんと僕ぐらい、あとは大体権威ある方が、そういうことで声がかかって、まあもう穴埋めでもええわと言って行くことになりました。いや、その時ちょっと悩んだのは、ちょうどこの人が生まれたばっかりやった、生まれて2、3ヶ月やで、一番お母さん母親が大変な時、そんな時に僕が行ってくるわけでいいんだろうかと思われたんですけど、この人のお母さんがどうぞ行ってきなさい言うて言ってくれたんで行ってきました。そういうエピソードを思い出しました、ね、はい、それでは、その中身のお話は、ね、この後でございまして、次は、やっぱりミニの青い珊瑚礁ですね、青い珊瑚礁、どうぞ。
優しい目をしてみんなで続き影の一つ花びら増えてほしいの放送作家でもあったんですけど、NHK 放送劇団の方でもいろいろ養成されて、その方とも知り合いになってやってたんですけど、とにかくみんなね、女性が多い職場が多かったわけですよ。どういう資格でも応募できるんですよ、普通に働いてても、まあ、学生であっても、学生の方もいたし、でも一番多かったのはやっぱ、幼稚園、保育園ね、それから病院の働いてる方。でそういうところはなかなかね、女性の場合男性との出会いが少ないということで、やっぱりそうなんちゃうかなって思いながら、でものすごくね研修もあるんですけど、研修のそのツアーに参加するの研修で合宿とかもあるのよ、うん、で勉強会やってる、はいはい、ね、相手の国について調べようとか、うん、そういうのがあったりね、各県でも交流せないかんから、そういうことの、まあ、出し物を考えようとかいうで女性が多かったんですよ、うん、ほんで、まあ、各県で研修があるから、あうちの大阪府なら大阪府、あ男多いかと思ったら50人のうち、5人だったとか、ね、でも福井県多いんじゃないかとか、みんな期待して集まっていざ揃って500人、50人ずつ、近畿2府6県やから50人ずつ400人か。そしたらね、結果で全体的にほとんど女だったんですよ。よかったね。生まれたての赤ん坊を置いて、そのもう400人のうちのほとんどね、まあ、330人ぐらいが女なんですよ。ほんでまあ本当にそこで始まるのが女性の戦いが始まるんですよ。というかね、まずね、お風呂に普通ね、そんなところで船の中で、まあ、豪華客船なんてプールもあるんですよ、上に。で、プールもあって、お風呂に入って、お風呂から上がった時にはもう化粧してるんです。そんな風呂上がりで、風呂場で化粧して出てくる。バッチリ。嘘やろ、爪にまで出てくる。そういう戦いがあった中で、一応大きなホールがあって、そこでもまあ皮切りで順番に公演するんですね。1時間目に私の公演、400人相手に私何をしゃべるの、鎮座屋の話でも、鎮座屋の本を一冊目出したとこやったから、その話を中心にやって、で結局その時ね、200何十冊売れました、本が。もうちょろっと持って足らなかった、もう後でどんどん送ってください送ってください。ほんで、さっき言った南極で犬ぞり体験をずっとやって調査活動やってる船津さん、あの人が一番の人気、もうやっぱりスライドショーして犬が出てくる、ね、犬が出てきて犬との生活で、ほんで途中で、吹雪にあって遭難したりとか、そんな話やドラマがあるしね、船津さん人気で、その2番人気が誰だったかというと僕だった。
意外と私が人気で。え、結婚してます。結婚してるのは、まあまあ、秘密じゃないけど、ちゃんと写真にも出てくるから。ほんで、私の場合は、その2番人気で、で各講師の部屋っていうのがある。講師の部屋が個室である。他の学生たちはみんな、その6人部屋とか4人部屋とか。で、また夜、みんなトランプとか、ウノとか、ウノっていうのも初めて見ます。ウノを明け方までやるんですよ。で僕の部屋にも毎晩毎晩10人20人の女性が入ってきて、ほんで人生相談をされる。もう何もやましいことは2人きりということは絶対ないから。で船津さんの方は30人ぐらいが個室の部屋に入ってきて、ほんでいろいろ人生相談、職場の悩み相談、私の人生、私の田舎はこんなとこなんですけど、もうお父さんお母さんがうるさくて困りますとか、そんな話をねやるわけですよ。で中には僕ちょっとね、なんかこう肩がちょっと疲れてこうやったら、中にちゃんとね鍼灸師のお姉さんがいたんですで僕の肩を揉んでくれでここ押さえて、どこそこが腎臓が悪いんじゃないですかとかいろいろ言われたりして、でそういうのがあって、こんな話聞いてもむくみがいいと思うでもまあ良かったのは、そういう大阪府とか府とか県が助成金出して、普段過酷な現場で働いてる、まあ主に女性の方々にですね、結構大名旅行させてあげるんですよ。もう船の中ですけど、本当にフランス料理のコース料理が出てくるし、毎日毎日違うで、行ったら行ったでもう中国に行ってどうかしたら、もうすぐ北京ダックが出るし、コース料理がある。まあ多分ね、一生二度とないぐらいの大名旅行をさせてあげられて、ほんでその代わり楽しい、いろんなものを見てあれして料理も食べたけど、唯一の欠点がその男性と巡り合わなかったというねいうのがあるかも分かりませんけども、すごい今その制度はなくなったんですけどね、僕は後から考えて、やっぱり人生の中でそういう経験をね、過酷な現場でレントゲン技師の方とかいろいろ見たけども、まあいいんじゃないかと思いましたね。それではですね、さらにもう僕が一番衝撃受けた話というのは、この洗濯板コーナーの後にさせていただきます、ね、一応余興係として、一応また珍道もやったんですよ、みんなの宴会の時に。石浜さんと船津さんと組んで3人トリオで、そう石山さんがちゃんとピアニカがなんか弾いてね、やったこともあるんですけど、それではこれいいのかな、はい、それでは洗濯板ミュージックでございます。
まあ、そういう近畿青年洋上大学で、まあ、船の中でもいろいろ勉強もし、そういうね、楽しい交流があって、あるんですけども、まず船に乗ってね、大連に行って、天津に行って、それが着いたら着いたでちょっとやるんですけど、その後北京に行きますね。北京にもうそらバスが10台ぐらいは連ねるわけでございますね。で、一番先頭には、ね、今からだからもう1990年頃の話ですからね、30何年前、もうそれこそ人民解放軍がもう先導してね、わーっと行くんですよ。もう大丈夫なんだ、ここに飛ばしてると。その頃の北京の市内なんかね、もう車なんかほとんどなかったんですよ。ほとんど自転車で、ほんでまだ牛や馬、荷車、なんか荷物運んでるなんて牛や馬なんですよ。で、自転車ばっかり、そんなところで退去してバスが10台までブレーって行ったら、えらいことなんですけども、まあ本当にびっくりしておりました。で、私は北京の中に着いたら、同じ中国の方でもびっくり、昔の写真も、その当時の写真もいっぱい撮りました。そしたらね、やっぱ僕は商売人の商店街の理事長の息子ですからね、商店街の様子を撮りますから、だいたい物がどうやって売られてるかね。だからもう市場があるんです。空き地があって市場、そこにもう、それこそね、普通だったらそういう市場、トラックがどんどん軽トラなんか乗りつける、軽トラなんかじゃなくて牛や馬が物を運んで、ほんでね、鶏なんかももう別にさばかずに、もう生きたまま売るという世界です。で、もうそういう肉屋なんかもその丸ごと売ってて、そういうところがあって、それから道端ではもうみんな座っていろんなものを売ってるんですけど、いくらとか値段は書いてないんですね。それから道端で歩いてる人もなんかお皿を持って、お皿の中になんか豆かなんか、こんな人が歩いてる。で、人によったら、あ、それ何ですかとか、いくらですかとか言って交渉で買うんですけど、まあそういうのがあったり、とりあえず都会というものはですね、人が通ってるから、おじいちゃんおばあちゃん、とにかく長椅子を出して表に座ってる。今だったら家の中でずっとテレビを見るとかね、あるんですけども、そういう昔の時代っていうのは、都会には椅子を出して外を見てる、いろんな通行人がいるから、それを見て過ごすという、ね、これはこれで健康かなと思いましたね。で、ただ見てるだけではもったいないので、そのおじいちゃんも手にお皿の上に何か乗せてるんですよ。場合によっては何か売れるかもわからない、いろいろ商売、商いの、ね、原点を見るような気もいたしました。それから万里の長城の方もね、例によって行くんでございますけど、行く途中にもう本当に草原だらけでございまして、普通だったらね、ここでね、バス10台ですけど、トイレ休憩、日本だったらそのサービスエリアがあるとかあるんでしょう。ところがね、トイレ休憩です、トイレ休憩かと思って、車が止まる、バスが止まるんですけどね、見渡す限りの草原でどこにもトイレがないんですよ。それで今から30何年前、どこで、いや、ここでやるんですよって言って、だからね、草がこのぐらい、胸ぐらいまでバーッと生えて、草原という、割と背の高い草。で、そこで、ほとんど400人のうちの、ね、330人の女性、ね、80人が男性。で、男性は立っておしっこをするんですよ。だから、あっちもしょんべんしてる、こっちでもしょんべんしてる。で、そのバスを降りた瞬間にね、その330人の女性の姿が消えたんです。みんなしゃがんだら見えなくなるんですよ。草の中に隠れて。わあ、こういう、その時びっくりしましたけど、よう考えたらこれね、自然の摂理で、ほんでまた自然に優しい、ね、またその後草が育つというのもでございますけども、非常に今はそんなことないと思いますけど、本当に、そこらでおしっこをするということが全然平茶でした。それからバスの運転手がいて、運転手の横に車掌さんという女性がいたんですけど、その人なんかはわざわざ草の中なんかでします。もうバスを降りたらすぐその場でおしっこされましたからね。そういうね、あんまりその道徳といいますか、文化風習というのは国によって時代によってそれぞれだなと思いまして、何が恥ずかしい、これが恥ずかしくないとかな、いろいろ変わってくるわけでございます。それではですね、海に深く、小学校の頃にはこういう人生が待ってるんじゃないかとね、考
加山雄三さんの映画を見ました。ゴジラを見たらついでに加山雄三のね海の若大将とかやってて、それに憧れたもんでございます。自分が大人になったあなんかな全然なりませんでしたね。もしもこの胸に君の幸せ見つけたらすぐに帰るから僕のお嫁においで。月もなく寂しい暗い夜も出版記念で先陣橋の商店街回って本屋さんの前でもやった、はい、繁盛亭の前でもやった、はい、その時あんたが気を利かして、はい、同じやるんやったら二葉さんの出囃子でやろうか。せっかくやったらこれなんていう名前の出囃子ですか。これは一歳一歳論という曲だそうで、一歳一歳論という、ちょっと音でみなさい。一歳一歳論、そういう方もわからないし、はい、これをね、落語の研究家のどなたでしたかね、聞きました。前田健二さん。前田健二さんというね、私と同い年ですけども、はい、芸術祭も審査祭もやってるね、はい、研究家の方に聞いたけど、はい、あんたがメールしたら、はい、メールしましたね。まあ、調べとこわって言われましたね。はい、そうですね。もうこれは確かにあの髪型ではなかなか使ってる人が珍しい言って、これは家に帰って資料を出してちゃんと調べておく、調べたら返信をする言ってから1週間待ったんです。そりゃそうですわ。あんたみたいなもんにいち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 で調べた結果をね報告する義務はないんやけど、 Facebook はいいねがついてるんです。そうですか。なかなか調べがついてないわけ、忙しいからね。まあ、そんなことであんたの今日の悩みは何ですか。先ほどねお嫁においで言うてね、あなたさんが歌ってましたが、はい、私のうちにもええ話が来たんでございますね。あなたのところにいい話、はい、うちに娘がおりまして。 あなたの娘の縁談の話ですか。そうでございます。 うちの娘にこの度、婿さんが来てくれしまして、お、はい、心配しておりました。娘さんもね、うん、私は一生結婚できへん、できへんかもわからん言うてね、心配しとったらよかったね。心配、そうですね、本当によかった人が来てくれまして、結婚できるかできる、やるかなとか言ってたもんな。まあね、もう言うてまして、もう方々からご祝儀がたー
んと送られてきまして、はい、たくさんいただきました。よかったね。あなたも人が結婚するとか縁談があったら全部ご祝儀を先に渡しとったら、そうそうや、はい、それがちょうど戻ってきたよ、ちょうど戻ってきてね、よかったよかった、はい、ちょうどええ塩梅で、うん、あれでね、その中に一つ変わったいただき物があったんです。お、変わったいただき物というとどんなもんですか。隣の隠居の D さんからでございます。隣のご隠居さんからどんなもんが来ました、はい、ね、もうなんかあんなことが分かった人には珍しい、おせんべい一袋と、せんべいが一袋と、まんじゅうが一箱でございます。せんべいとまんじゅうが来た、はい、ひょっとしたらね、そのおじいさんはね、やっぱり苦労人やから、うん、なんかのね、言葉のあやがあっておめでたいことがあるんじゃないかと思いますけどね。そうですか。私はこれさっぱりわからんのですけれども、あんたわかりますか。私はちょっとわかりませんね、そんなことか。まあ本当に言ったら現金が一番嬉しいけどそんなことよりも、お、長く長くこの縁談があって、この続いて夫婦仲良く長く続くようにという、なんか願いが込められてるんだけど。あ、なるほど、それはあの昔から言うことわざにある話しちゃいますか。やっぱことわざにそういうものがありますか。せんべいとまんじゅうが出てくるやつ。あ、ございますともございますとも昔から言いますが、鶴はせんべい、亀はまんじゅうと。鶴はせんべい、亀はまんじゅう、はい、ちょっとね、あまりにもなんだろう、ものが分かってない。それあれがどこまでスカタン言ったら気が済むんや、はい、あのね、鶴はせんべい、亀はまんじゅうと中央で、はい、鶴は千年、亀は万年じゃ。いるかもわからない、はい、園芸協会のね、私が初めて出るやつ、こんだけ要件出演者がおって、当日4000円のところ、毎日3000円のところも、まあ、もしも物好きな方、園芸好きな方がいらっしゃいましたら3000円と、さらに前売りより安くお分けしよう。これからこの宝塚の坂瀬川、坂瀬川の方のアピア835劇場、トップバッターで我々が出る、青木さんも歌を歌う、いうことで、これ2000円の、前売り2000円のところも、一応タダにしようということで、ご近所で、タダで気使われたら500円ぐらいいただきます。でもまあ、これはね、少しでもお客さん、これスタートしたとこなんだ。このホールで催し物初めてだから、ね、はい、いうことで協力させていただこうかなと思っております。後ほど入り口の方で、入り口の方でね、入り口でチケットをご準備してますので、なるべく本当に来てもらわなかったら、必ず来るという方で、必ず来る方ね、とりあえずもろうとこうじゃないよろしくお願いいたします。はい、さあ青木さんの今回の最後は、はい、盆踊りでもね、今回あの青木さんはまた港区からなんか行きますけども、はい、ここでもお歌いになられる、今度道頓堀に、うん、新日本通信社さんが出演されますので、道頓堀という歌詞に出てきます。あ、そうか、そうなんです。なるほど、なるほど、はい、じゃあそういうことで歌いましょうか。好きやね、好きやね、大阪。Baby
それでは最後の歌でございます。我は海の友。